皆さんこんにちは、ミカミックスです。ロマンシングサガ前回の続きからやっていきたいと思います。クリスタルシティに愛車を、見つけたので、今回ちょっとバーバラを外して愛車を入れていきたいと思います。でバーバラにはとりあえず、レイピア・ハルベルト聖杯を持たせたのと、術で、魔の術を覚えさせました。まあ、エナジーボルトとマジックヒールですね。で装備自体は防具どうしようかな。大したもの装備してるか。アメジスト、これちょっと外しとこう。アメジスト装備外して、体何にも装備してねえじゃん、よく見たらまあいいや、ちょっとこれで一回おさばらしたいやつがいるんだということでバーバラを外します。まあ、強くなって戻ってきてくれたまえ。特に何にもなしにそのまま外れてくんだな。で愛車、タラール族愛車、こんなに遠くまで来たのは初めて。村に帰りたいな。まあ一緒に行こうと。ありがとう、ちょっと寂しかったの嬉しいな。私の村はガレサステップにあるの。ここまで来ればさ、もうガレサステップなんてさすぐじゃん。で戦力自体は大幅ダウンですね。愛車ヒットポイント76しかないんだけど、レイピアはただレベル10ある。どうしようかな。677円、ハルベルトってここに売ってたよね。ハルベルトも大して高くなかったから一応買ってあげるか。590円、いいや、買ってあげよう。最終的には外すけど防御力がゼロだし。ハルベルト、よし、装備させて、であと隊列か。隊列はこれでいいや。よし、これで愛車系のイベントをちょっと進めていきます。まず向かうところはガレサステップで、割となんていうの、スルーをしてきたと思うんですけど、ここに愛車の村があります。ここが私の村よ、コタソサイノ。またこいつの言葉ですね。寂しい村だな。まあ、人は誰もいません。一応武器屋覗いてみると誰もいない。あれ、愛車いなくなっちゃった。ちょ、待って、え、あ、いる。愛車さっきここにいたよね。話もう一回聞けんのかな、知らなかった。愛車そのまま消えるんだ、ゲーで、これでなんかね、本当だったらなんかみんな誰もいないって愛車が言って、いやきっと無事なはずだっていう下りがあったんだけど、なんかマップ移動すると普通にカットされちゃったね。まあしょうがない。でそのままね、砂漠に行きます。今度は悲しい音が。トマホークどうしようかな。77回使えるのか。そうか、最悪ホークもう下げてトマホークでひたすら攻撃しておかな。け、寝てないからさ、全部0回なんだけど、もういいや別に。うわー食らう。愛車ははっきり言って戦力として見てないんで。もう鳥、またお前か。2人しか攻撃できないね。もう愛車は攻撃とは見なさないからな。しかもさ、こいつ多分一番素早さ少ないからさ、回ってくる前に終わるよね、どう考えても。まあ、ちょっと意味ありげなストーンサークルみたいなのはいっぱいあるんだけど、特に意味はない。こっちかな。あれ、こっちでいいんだよね。この先はカクラム砂漠、危険ですがそれでも進みますか。進む。音が変わんないんですけど。でね、こう流砂があってね、流されるところは流されるんですよね。でその正解の流砂に乗ると、ちょっと待って、敵が多い。さらに地下へ進んでいけるんだけど、ちょっとルーンビートルとか初、なんか所詮虫っぽいけど、
シフトが回復してないからな。一応高級傷口が3つはあるからね。なんかアースハンド硬い。まあ硬いとは言っても 2,3 発か。1でしょ。22だった歯医者まで回ってきたね。なんだかんだで食らったら即死だからね。どう考えても防御力ゼロのヒットポイント71とか。あ、大弓が上がった。よし、ヒットポイント、腕力、魅力だけ。こいつはよく見る。サクッと倒そう。大弓、何ガーナルスピアの方が早かった。いっぱいいる、めんどくせえこれは流星剣使おう。魔法使っとこう。はやぶさ流星剣19回か。カエル以外はね倒せると思うんだよね。あとカエルだけなんで。OK。このカクラム砂漠のイベントが終わったあとどうしようかな。アイシャだからね。どこだ、なんかすげえ分かりやすいね、ヤシの木の間をねこう通っていく感じなんだよね。あれ、ここか、ここか、ここ、こうやって今勝手に動いてるんですよ。タタ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 タって今リュウサに飲まれてる状況っすね。なんか渦巻き状に勝手に走ってくんで、あとは下を目指せばいいのかな。そのまま流れてってるけど、敵は多そうだね。いっぱいいたよね、見た感じ。アイシャレイピア系、ベルニーレイピアとかだったら安そうだったから、そこまで貯めてベルニーレイピアにすればよかったかな。大地の剣はレイピア系の最強装備なんですよね、まあ、使うかって言われたら多分使わないから売っちゃいます。結構高値で売れた気がする。レイピアのいいところはね、ミスをしないっていうところですね。とはいえもうみんなミスしないんで、普通に最近だってミスっていうの見てないよね。まあ、レイピア系は安いっていうところかな。その代わり火力が出ないんだけど、こうか。結構ここ詰まってるな。いやー、やっぱり敵が強えんだけど、もうホークとアルベルトがヒットポイント1になっちゃった、開始早々。かといっ
て高級傷薬を使うかって言われたら使わないし、バーバラ外しちゃったから水の魔法で回復もできないし、愛者は足手まといだし、ちょっときついな今。こいつはザコ、なるべくザコは出てきてほしい。その分ちょいちょい大弓とかガーラルスピアとかレベル上がってるんで、かなり火力は高いですね。大弓スティールソードがやっぱりちょっと火力不足になってきてるかな、技的に。まあ、こいつはザコ。かといってな、アルベルトにガーラルソードを買ってあげるかどうか。3000いくらなんだよね、ガーラルソード。確か3500円くらいだと思うんだけど、ここまで来たらスティールソードとか今の武器をちょっと極めたいよね。せめて極めてから別のやつを買ったけど、またちょっと敵が多いんで。まあ流星剣はね、ザコ一掃に役立つね。やっぱりここも敵すげ詰まってんな。ゲケルベロスだ。どうしようかな、一回全体に攻撃しとくか。流星剣倒せはしないと思うけど、削り役あ、間違えた。さっき後ろに来てたからトマホークを使ってたら、そのまんまトマホークのまんまだった。いや、クローディアがマジで強い。いっぱいいる。これも流星剣使おう。なんだかんだでもあと13回だからな。虫は倒せんだよね、虫は。本当はカエルも倒せるようになってくれるとありがたいんだけど。アイシャ今どんくらいなの？もう結構金入るな。100いったか、ようやく。いや、二段突き覚えても多分あれだ、技ポイントねえわ今。完全に最初仲間に来た時って初期状態なんだね。武器のレベルとかは上がってるけど他が全然だよ。鳥がね、なぜかこう速くないんだよね。まあ地底だからっていうのがあるかもしんないけど、ほんと敵だらけだな。赤い花が超強かったな。あと赤いガーゴイル、まあ、スケルトンみたいなやつ、あいつも超強いんでね、流星剣使ってきた気がするんだよな。今この状況で流星剣使われると多分全員即死すると思うんで、ちょっとやっぱこまめなセーブが必要。骸骨系特に危険。いや、いっぱいいる。
まあどんどん降りてきてるけど、ここは敵が少なそうだけど、またいやーいっぱいいる、全然いっぱいいるわ。げー、なんか超強そうなのが出てきた。今度また日本地図か。クローディアやっぱ技の回数が少ない気がするな。装備してる武器の種類が少ないからか。スティールソード火力がないからな。レブナントもそれなりにヒットポイントはあるんだよね。上のやつ1111とか強いは強い。やっぱり2段突き、今ので倒せないか。後ろのやつ今防御したね、助かる。なんか遠距離攻撃されると、アルベルト死んだ。これ1しかないからヒットポイント。なんかホークってさ、なんでこう構えてんの、謎なんだけど。やっぱ3種類くらいの武器を使ってった方がいいのかな。ハヤブサ切り使うやつら、そもそもハヤブサ用に1個アイアンソード鍛えてるからね。歯医者上がるね。ハルベルトも上がった。よし、一応セーブしよう。上のやつを倒すか。ここも普通に敵を倒しても9999いきそうだな。あれだ、ここはさすがに全員攻撃でいこう。アルベルトに大地の剣を渡すっていうのはありだな、今考えたら。気絶とか死ぬんだよねこれきつい、マジできつい。高級傷口を1個ずつ使う。いや先手必勝だからな。ヒットポイント1でもね、なんとかなるはなんとかなるんだよね、はやぶさ戦法を取れば。ウィング B、 こいつは大したことなかった気がする。多分攻撃される前に倒せる。全員ヒットポイント1じゃん、今思ったら。少なくなってるとさ、ヒットポイントが上がりやすいとかってあんのかな。まあ体感してる限りそんな感じではないからな。どうする、全体攻撃が少ないんだよね。十文字山って1人だもんね。ちょっと円月山で前衛の2人をぶっ倒そう。あとは通常攻撃持ってる。よし、オッケー。おお、怖い怖い。なんだっけ、アイスジャベリンじゃなくて、なんかそんなようなやつ使われると確実に死ぬからね。89、ちょっとずつダメージが通るようになってきた。今全体攻撃してたら確実に3人死ぬからなしかも主力の前衛プラス愛者が死ぬか。それだけは避けなければ。お金も280円、悪くないね。なんかオールドカプセルにもし行けたらいっぱい買い物したいんだよね。そこで高いんだよね。アイスソードとかも売ってるんで、で他にもジュエル3とかね、3万円するやつとか1万円するやつとか平気で売ってるんで、行く間にねジュエルがただ3つ落っこってるんですよね。最低でもジュエル10にはしていきたい。もちろんあればあるに越したことはないんで。どっちだこれ、左に敵がいっぱいいたけど右に行くと敵がいっぱいいる。どっちだよこれ、えマジで分かんない。あれなんだここ、謎のところに出てきたぞ。あ、人がいる。これはそもそも元々の地底人か。話してくれないね。ちょい、こいつが超か。上から来よったな、帰れ、ひどい。
アイシャがいても話してはくれないか。アイシャが主人公だったらなんか話してくれたような気がするんだけど。あとトパーズを取ってきて話すんだっけ。あ、宝箱、あ、いけねえか。でこのまま置くか。一応ちょっとセーブしておこう。砂漠の地下、そのまんまだな。あ、ここに宝箱か。また敵がいっぱいいるわ。結局宝箱でさ、金手に入れてもさ、モンスターと戦ってれば勝手に増えてくからね、意味ないよね。もうここら辺まで来ると9999以上手に入らないっていうのがやっぱ痛いよな。めんどくさいこのシステム本当に。まあ、いろんなアイデアを取り入れてみようって思った結果なんだろうけど、まあ、逆にちょっと面倒くさくはなってる。アイシャも100くらいは出すようになってきたね。後ろのあのドラゴンが厄介だな。稲妻入ってくるやつ。ちょっと流星剣って大弓で多分ちょうど倒せるくらいなんだよね。だったら無理な気がする。565どうかな。500くらいだったら倒せるけど、なんか700くらいある気がするんだよな。ハルベルトでとどめを刺した。アースハンドとか謎なんだけど、素早さとかが下がってんのかな。なんかちょっと出してほしいね。素早さダウンとか素早さアップとか力アップとかそういうの。お、グレソが上がった。よし。お、ガハラルアクスも上がった。ハルベルト上がるね。やっぱ最初の方は結構上がりやすい。雑魚だな。せめてハルベルトが2段突き覚えてくれれば、何かあった時そこそこの火力は出してくれると思うんで、まずはそこだなって言っても攻撃しないからね。しかもアイシャ一番最後だからさ、そのハヤブサ戦法で攻撃もできないんで、どうしても育つのは遅くなるよな。なんだろうな、アサシンギルドとか発生するかな。まだちょっと早いかな。四天王に挑めるかな。アイシャありで。151か。みんなの半分以下だからな。まだみんな400台には乗ってきてるね。まあ、クローディアとシフがまだか。この探索を終わった時にどれくらい強くなってるか、まあ、敵がいっぱいいるっていうことは強くなるってことだからね。
もう9000だよ。あの宝箱ほんと意味ねえな。だったら取んない方がいいっていう。左は何にもない。ん、ここ待って。あ、上だ。下何にもなかった。アイスソード買えなかったのが痛いよな。もうちょっとだったね。まあただでもフォークのガーラダックスをもらったのはでかい。そのまま上に突っ込んでいくか。次の武器をどうするかだよね。買ってあげるかどうか、まあ、ガーナル系は多分買わなくて大丈夫だと思うんだけど、グレーのグレサもね、まあ、火力は出るけどなんだかんだ言って1300円くらいだっけあれ。そんくらいの武器だからね。でアルベルトはちょっとやっぱり大地の剣装備させよう。大丈夫だね、取れるよね。先にケルベルトを始末しておく。トリプルアタック食らったら確実に全員3人が死ぬからな。もう一発なんだよね。1000いけば倒せる。よし。でこいつはね結構ヒットポイントがある。気絶。まあいいや、愛車。これで4人のヒットポイントはゼロになった。ゼロじゃねえ、1か。後ろのやつにも攻撃してくるのか。前衛だけかと思ったら早い。危ねえ、今何の香りだった。メッセージが早くてちょっと何の香りだったのか分かんない。毒の香りみたいなのもやってくるからね。気絶は厄介だな。アクアマリン気絶耐性はあるはず。まあもともとこれもしかしてさ、地上に出るとかいうパターンじゃん。これめんどくせえ。このパターンが一番めんどくさいんだよね。ゴームゴームゴームみたいなやつ。地上へのデッキだったら、あ、スティールソードちょっと強くなってる。カエルが倒せたり倒せなかったり。地上への出口だったらちょっと戻らなきゃいけないかな。あー大丈夫か、まだ下に降りるな。このまま階段の、あ、このパターン、このパターンマジでやばい。全力で行こう。二段切り。クローディアもどうしよう。一回前衛に出してアイアンソードでも買ってあげようかな。で注文時短も使っていくか。スティールソードだよな。ちょっと優先権で一貫減らすか。二段突き、これでどこまでいけるか。よし一発1046。これ無駄だった。火力が1020。まだか。おお3人殺された。かまいたちで助かったよ。いや流星剣使ってくると思うんだよね。あぶね、流星剣使われたら全滅。はやぶさ戦法を使ってなくてもやばかったね。はやぶさ戦法を使ってこれだからな。後半はね敵がマジで強い。クローディアも二段打ちを速攻で出すために一回前衛に出して、まあ3くらいだったらすぐ上がるでしょう。やはり上の5人は早草戦法が使えるようにしておこう。実質5人だからね今のところ。あ、人がいる。てん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 。あれ、これって愛者の村の人だよね。さっきのは愛者の村の人じゃなかったと。気が持ちきれません。ここまで潜ってきたらもう絶対持ちきれないって。ん、どこだ。あ、祭壇がある。ちょっと待ってね、祭壇に行く前に一回セーブしよう。なんかちょっと不都合が起こったらロードすればいいんだ。
兄さんの祭壇、ん、何かあるぞ。このトパーツはディスティニーストーン。とりあえず置いておく、とりあえず持っていく、とりあえず兄さんに、全部とりあえずだな。とりあえず兄さんに乗る。兄さんよ、我に道を示したまえ。我が子らよ、サルウィンが帰ってきます。それを止めることができなければ世界は再び破滅の危機を迎えます。そのディスティニーストーンを持ち、世界に生きる全てのもののチャンピオンとしてってなんだよこの表現いかれてんだこれ兄さんなかなか面白い表現使ってくるね。まあ、チャンピオンとしてサルウィンを阻止する。あなたにできなければできる人を探しなさい。はい、わかりました。手に入れた、手に入れたっぽいね。チャンピオンになったよ、人間の。トパーズ、トパーズは意味ないからね。そうか、人類のチャンピオンか俺は。で、宝箱なんか左右にもあるけどさ、これ絶対取れないよね。持ちきれません、持ちきれませんでしょ。じゃあもう一回取りに行こうよって思ったら絶対9999溜まってるからね。だってもともとここに来た時さ、すげえ金減らしてきたよね。で、途中で取ったのって3個くらい、まあ、結構入ってた。確かに1500円くらいは宝箱から回収したけど、もう今の1回の戦闘で多ければさ300円とかくれっかんね。あ、こいついる。おじいちゃん、アイシャ、よくここまで来れたな。アイシャ一人だったら絶対無理だから。どなた様かは知らんが、孫がお世話になった。アイシャや、これからはここで暮らせ。あ、それでいいよ別に。てんてんてん、ごめんなさいおじいちゃん、私みんなと一緒に行かなきゃ。え、それだけ？気をつけてな。物分かりがいい。あ、土の元だ。まあ取れないよりはこっちの方がいいよね。で、トパーズを取って、ちょっと待って、脱出ルートなかったっけ、どっか。もう一回さっきのね、こっちの人たちじゃない方の町へ戻ると多分イベントがね進むと思うんですよ。イベントが進むと思うんだけど、その前にさ、マジでこれ歩いて帰るって言ったら無理だよ。いや無理だけど絶対あるはず。まあそれは後で探すか。とりあえず一回戻ろう。あ、右行けそう、行けそう、これ絶対戻るよね。え、ちょっと待って待って、お前邪魔だよなんでこんなところにうろついてんだよ。今階段あったから多分あそこだね、覚えとこう。というわけでまた戻ります。
よし、じゃあまたここの町へ戻ってきたので、族長みたいな人に話しましょう。上から来よってな、帰れ。待って、あー危ねえ、なんだ変わんねえじゃんって思ったら、そのトパーツは大いなる母ニーサのもの。お前はニーサの使わした戦士か。お前の目的は何だ。別に何もない。サルインを叩き殺す。サルインを阻止する。兄さんの戦士よ、この聖なる大地の剣をあなたにお返しします。あなたがその使命を全うすることを祈ります。何も言ってこなくなっちゃった、むしろまあいいや、ここで大地の剣をゲットしたので一回セーブして、これアルベルトに持たせましょう。どこ、大地の剣、大地の剣って言ってるけどね、レイピア属性になります。でそうするとここが多分いける。おお、兄さんの戦士よ、終わり。ガーラルシューズ、超珍しいっすね。金無理だって、だから金は。シューズどうしようかな、まあ一応じゃあグレーに飛びさせておきますか。数少ない足で超防御力上がったんだけど、18から25。果たして今の適正値がいくつなのかはわからない。じゃあまた戻りましょう、まあ、大地の剣の力を使いながら。大地の剣結構強くね、っていうかもう高級傷薬使おう、前衛に使おう。300くらいか、まあ悪くない。よし、レベル0であの攻撃力だからね、いいよいいよ。陣形が満たされてる。ここは大地の剣の出番はないな。前衛3人しか置けないっていうのがね、ちょっとめんどくさいシステムだよね。後ろになると術を使うか槍を使うかっていう話になっちゃうから、あと弓か。
よし、じゃあこのまま地上へ戻りましょう。まあ、結構実りある探検だったね。お金も貯まったし、何より大地の剣最初売っ払っちゃおうかなって思ってたけど、アルベルトのね火力の底上げに役立ってるんで。てかここどこ、そのまま下に降りてって大丈夫かな。まあじゃああと帰るだけなんで、とりあえずこいつ倒したらそのまま帰って、また次はクリスタルシティあたりから始めていきましょうか。次は何やろうかね。アサシンギルドが発生してればアサシンギルドとかもやりたいんだけど、ちょっともしアサシンギルドが発生してなければ四天王の水流イベントをやっていきたいと思います。まあちょっとどっちかですね。まあそんなわけで今回はこれで終了したいと思います。まあ次回はクリスタルシティのところから始めていきます。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。